よ。どうする？どの魂に触れる？私が守りきる。タンズ、ダイオン、エヴァ、そしてセイラ姫。危なかったわね。あんまり頭が良くなさそうなのが救いかしら。わざわざ来ていただき、お手数をおかけします、エイコさん。ああ、別にそんな手間じゃないから、かしこまらなくてもいいと思うわ。あれのスイッチを入れるだけみたいなもんだし、リュート・ザ・ラグナロックだっけ？ライトニングの見立て通り、ビッグブリッジと同じ眠っている召喚獣みたいだけど、よく今まで見つからなかったわね。まあ、エイコも知らなかったわけだけど。この国の歴史はとても古いのです。初代コーネリア王は召喚士だったと聞いています。それが証明されたってことかしらね。まあ何にしても、あのマシンの殻を破るには、あの子に大量の魔力をあげないと。ええ、ライトニングさんを信じましょう。次の発射までに型をつけなければな。時間との勝負だ。主の欲しいのはこれじゃな。時と夢の狭間にようこそ。どうする？どの魂に触れる？杖をセット。さあ起きなさい、リュート・ザ・ラグ
この機は逃さない。覚悟しろ、マシン。おお、さっきのビーム撃つやつ欲しい。あんなの持ってたって使えないでしょ。それより私たちもここは逃せないわよ。ああ、もしかしたらおせっかい焼きが少し力を貸してくれたのかもな。なるほど、また助けてもらったな、ラン、レン。何か用？どうする？どの魂に触れる？もう何回目？さあな。20を超えてから数えていない。少しは削れてるのよね。そう思うことにしよう。やっぱりそうだったわ。あいつの行動パターンを観察したんだけど、常にどこかの炎の谷を目指してるみたい。じゃあ予想通り熱に向かって進んでるんだ。うん、だから今すぐにニブルヘイムが狙われるってことはないだろうけど、セブンスバレーのように突然谷から炎が消える場合もある。その時にニブルヘイムが近くだと目をつけられちゃうかも。奴も生物ならば命は無限ではない。何度でもやるしかないな。オッケー、これも修行修行。私もできるだけ手伝う。よし、行くぞ。計測しようにも HP も何もかも崖たはずれなのです。こんなやつ倒せるの？どうやら回復力は低いようなので。一度で倒すと思わなければいいってことか。結局どういうことだ姉ちゃん。何度も何度も戦えばいいってこと。マジか。ほんじゃOkay.
一生分くらい戦った気がするわ。付き合いご苦労さん。で、ラン。悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？